例えば日本でね二つ大きな事件が一つは四国の高知のム村事件でもう一つはね山梨・甲府のブドウ畑事件実は今年はウルトラ当たり年なんですよ遊歩目的って何なんですか専よあれなんで真っ黒に映ってるかっていうと赤外線で撮ってるんですよ戦闘機が追いつけないスピードで飛んでて摩擦熱もないわけ、はい、好きと楽しいをシェアするデイトナ。 オカルト部です。よろしくお願いいたします。いますということで、えー、私ですね、えー、名え、なにのあがみのぶです。よろしくお願いいたします。そしてですね、秋山真子さんに引き続きお越しいただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、ちょっと心霊について、前回はですね。はいはい、お話しいただいたんですけど、ええ、今回はちょっと僕、あのー。 弱いというかその知識とか、はい、その体験とかがちょっと弱いジャンルもちょっと聞いていこうかなと思いまして、はいはい、宇宙人 UFO の話とかうかとそうですね。いやねちょうどタイムリーなんですけど<う>実は今年はウルトラ当たり年なんですよ UFO えー、そうなんですかでもうね年の当初から大量出現がほぼで出てるんですけどと、はい、うとう今回、はい、あの今ネット騒然としてますけれどラスベガスで 巨大 UFO が大量に目撃されて大量にですかえ大量にというか、まあ、そのたくさんの人が目撃したんです物体はつなんだけど緑色のもう形がしっかりした物体が上空をよぎって、はいはい、で警察まで出動、うん、である家の、ね、軒先に着陸したんです, <laughs> す<い>いで、そいで、はいはい、その家族が恐る恐る出てったらい、はい、3メー,ター近い巨大宇宙人が2体 2> <laughs> んかこうトレーラーの影かなんかにゅって出てきて細い巨大なねグレータイプのやつが目撃されたええそれをそのご家族のお子さんが警察に通報したんですけどそのやり取りまで公開されてねとても嘘だとは言えないとで物体自体は見た人がたくさんいるしねで違法目撃も家族で見てるとしかしねここが不思議なんですけどね UFO ってねある種のね、はい、なんか不思議な催眠効果みたいなものを持ってるんですよ、はい、近づくとみんなね下手すると幻影みたいなものを見ちゃう場合もあるんですね、はい、であの今までにもそういうたくさん暴愁例がある事件ほど、うん、とんでもない内容なんです あの例えば日本でね 2>, で2つ大きな事件がたくさんの人はこれ目撃してた一、はい、つは四国の高知のケラム村事件っていうので、はい、これぐらいの UFO を子供が家にみんなで拾って帰ってきて田んぼの中から、うん、で家で親も見てる「はい、ほんだろうね」ってひっくり返して裏蓋こじ開けたら中に光がこうピカピカ走ってたみんなでいじくり倒す、はい <laughs> で、もう何度も逃げる。はい、しかしまた同じ場所に戻ってて、はい、また持ってくるって繰り返した事件があるんです、はい、これ本当目撃者多いんです。へ、はい、でも、不思議なのはその流頬の裏蓋にですね、はい、波に千鳥っていう日本の有名な着物柄が書かれていたんですはい。<laughs> だからもう、ね、笑っちゃうしかない事件そうですよね。 だけど、証拠がいっぱい証拠がいっぱいで、もう一つはね、山梨幸福のぶどう畑事件はい。これ聞いたことある。これも近代ね、有名な事件で。ええ、子供たちがぶどう畑の上でわーって遊んでたら、いきなり UFO がビョーンって降りてきて、それがね、なんとね、あの、卵型のギアが3つついてるんで、俗にうアダムスキータイプっていうのでね。 これアダムスキーって宇宙人とコンタクトした人がこういう UFO だったよって言ったんだけど実際にはそういう UFO アダムスキーの場合はその UFO から出てきたのはロン毛のお兄さん、お姉さんが出てくるわけです。普通はねところが何が出てきたかというと牙を持った怪獣みたいな人間が出てきて光線みたたたいいいなもの背中に担担でででで現れんんすすこうよ宇宙人が光線銃ってこてこてすぎるやろみたいな。 だけど子供たちは大騒ぎになって、はいでまあ、それは後々も証言が食い違わないんですよ、はい、で家に帰って親呼んできたら宇宙人はもう隠れちゃったんだけど UFO、はい、はまた着陸してた、はい、でビャーって光抱えてそのまま飛んでっちゃった、はい、でぶど畑のこうポールの支柱にガーンってぶつかって支柱も折れたりね、はい、それでそのあと放射能測定やったら多少放射能は検出されたんですね だから、どっちも四国ケラムラ事件も甲府、はい、事件も証拠がいっぱい残ってる事件なのにもかわらず。うん、関わらずですよ。類例がない。はい、全くヘンテコリンな事件なんですよ。そうですよね、うん。で、今回の事件も<ー>いやいや、あのグレータイプで三メーター近いのって。<う>今までほぼ目撃がない。うん、類例があんまりない事件なんですね。だからね、やっぱり、あの。 たくさんの人が見る時ほどね、うん、みんな集団幻覚っぽくなっちゃう、はあ、またはあのメインブラックのピューンってやるやつじゃないけど多分ね記憶をすり替えちゃうはい。だからあの逆にみんなに広がりにくい話になっちゃうわけですね、うんうん、はいはいあの本当にねその UFO いはで非常に不思議。しかし、はい、やっぱりねそれがもし宇宙から来ていは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 いいい ことが多いんですね、はい、それ多分理由はね未来から僕は来てるからだと思ってるんです未来からだから過去にあんまり激しいあの証拠を残してしまうと過去を変えてしまう可能性がある、うんはい、だからあの記憶をある程度置き換えたりとか、うんえー、なるべく物的な証拠を残さないように飛び去るということをどうも繰り返してるんじゃないかと思うんですよね目的って何なんですか未来から来る多分、はい、先祖用。 つまり、<う>僕たちは未来人からしたら先祖なわけじゃん。はい、で、こいつらがポンコツなことをやれば未来で大変なことになってる場合があるわけですで、未来から見る奴はそれがわかる。はい、で、ポンコツの原因はあいつだとかってわかる。はい、と、そいつに会いに来るんですよ。<laughs> <laughs> 会いに来る。会いに来る。だから、意外と普通の人なんですね。はい、国会議事堂の前に降りてきて、はい、首相と会談するとかしないわけ。 もう首相なんて未来のおうちは買っちゃうから。ああ、まあまあまあ。だけど普通のやつがひょっとしるとこいつが育てた子供が未来で地球の運命を左右するような場合があるかもしれない面白い。はいはいはい。そうそう。その親父の教育方針が、はいはい。なんか宇宙的な、宇宙はいいぞとかね、広い心を持ってよとかね、心の、心は維新伝承で宇宙に届くんだとかね、そんなこと言ってたらね、子供は変わるかもしれない。やっぱりそういうことを僕はね、 促しに来てんじゃないかと思うんですよ。はあ、面白い。はい、ただ過去はあんまり激しく変えられないから、なぜかそういう哲学的なことっていうかね、はい、あの非常にこうな,なんていうのかな、まああのおと,おとぎ話的なことを見せといていなくなる。だけどそれは精神的にこう伝播されていろいろな未来の文化に影響がいく。うん、だから1950年代の後半に大量にユーフが、はいはい アメリカの砂漠地帯周辺で目撃されて宇宙人と接触した人が続出するんですよ。で、この頃ってね、宇宙人のメッセージってね、核は危ないってそればっかりだった。はい、核をいじると、あの、ちゃんと平和利用すればいいけれども、はいうん、今から核をいじったら大変なことになる。うんうん、実はその頃のアメリカの砂漠のそばでは、はい 水爆の最初の実験、1952年から3年にわたって行われてた、はい、そのそばに UFO が降りてきて、はいはいで、当時のアメリカでは被爆って問題、まださっぱり分かってなかった、はい、で、その後大変なことになるわけですよ、はい、今回、我々も福島、経験してるけどね、はいはい、だからあの、やっぱりね、核っ,って失敗すれば30万年以上被爆するんですよね。はい だからまず宇宙人はそれはさーって慎重にしなきゃだめだよって言いに来たこれはね僕は今だって秋山さんからこうお話していただいて宇宙というかもうそんなに離れた世界未来とかね、はいはい、から飛んでくるんだとすれば、はい、やっぱりあのー。 意心電心で心で通信をしているとしか考えられない。通信方法だ、うん。だから電波通信だったら地球上で傍受できるはずです。で、かつね多分エネルギーはね、本当に何か空中からエネルギーを取り出すようなね。 非常に特殊な何か理論を使っているとしか考えられない。うんあまあ、それはもう未来だからそういうことができる、はいうとことですよね。だから今回ほら一連の国防総省が UFO の情報を公開してるでしょ、はい、こんなあの黒っぽい変な映像をね、はい、皆さんも見てると思うんだけど、はいはい、あれって実はねキャプションがついてないからみんな分かんないんだけどね、はい、画期的な映像なんです。もうう一回あの初期の頃の頃戦闘機がが追っっっかかけてていいるるるととと黒黒、ねはい、飛んでる、はいうんでで、はい、あれなんで真っ黒に映ってるかっていうと 赤外線で撮ってるんですよ。はあ、これなんで戦闘機がああいう物体を見ると赤外線で撮るかっていうと、はい、動力源を探してるの。動力源があれば明るく映るから。で、熱を持ったミサイルとかがくっついててもそこが明るく映るわけ。それで指令が出れば撃ち落とせと。うん、その動力源からミサイルを潰せという指令が出るんだけれども、はい、あの物体って真っ黒なんですよ。 戦闘機が追いつけないスピードで飛んでて、うん、摩擦熱もないわけ、はい、ですその状態でゆっくりひっくり返る、はい、でどこも熱変化がない。はい、あの映像をね、専門家が、実は航空関係の専門家が見たら一発で、あ、これはこのようなもんじゃない。 かなり高度なもんだと。えー、科学が進んでるとそれ3つが一発で分かる映像なんです、ね、あ、そうなんですね。だそれをキャプションつけずに、今アメリカいろんな事情があったりいやいや出したわけです、はい、はいはいはい。だからそういう映像が次々出てきてる。うん、ただ米、アメリカ軍とか国防総省は手放しに出してるんじゃなくて、はい、やっぱり今ね、ドローンの戦闘兵器が もう1キロに1個浮いててる状態なんですって、えー、だから航空開発戦闘的な航空開発をどうしても進めたい、はい、だけど国民に反対されるとまずい,まずいだから何か得体の知れない UFO が来てるぞっていう情報を出して要するにその空の国防費を落とさないようにするて。煽ってだからそれの意図として使ってる可能性が高い。 だからやっぱりあの国民は UFO の公開だとか言って手放しに喜ぶんだけど向こう側はまあしめしめみたいな問題もあって僕たちは事情を知ってる調べて知ってるとあんまり手放しには笑えないってだけどとやっぱりとんでもないリアリティのある情報を出してきたなと思いますよねだからこれから面白いですよこれからさあ3メーの宇宙時間ラスベガスですよ <laughs> 楽しみですね,ねルーレットやりに来たのかなと思っちゃう。 <laughs> いやでも、なんかこう、未来からこう来てるんだったら、そのなんか今ね、その軍を、国防費をこうなんか強めるために、その利用してるみたいなところも、今後、なんか注意しに来たりするんですかいや当然ね、分かってると思うし、でもそれが宇宙開発に行くのか、各惑星を開拓してね、火星なんか人が住める、月が人が住める、そういう方向に行くのか、今、 地球人類は狭間にあるわけですね。うんうん、そのうちあの宇宙ステーションホテルもできるって言ってる。はあ、宇宙開発ってね、雇用も解決するしね、どんどんエネルギー問題も先に進む。だから、いい方に行くのか悪い方に行くか、ちょうど狭間。はあ、しかし、進んだ方がまだいいだろうと。はあでもう 戦争がばかばかしいっていうのはなんとなくわれわれは分かってきてるまだやらかしてるけどね,ねそれでも昔と比べたらね、はい、戦国時代と比べたらそこら中で戦争っていう時代じゃなくなっ、ね、だからうん、うん、やっぱりね宇宙人たちはただ黙々とやっぱり見守ってると、うん、侵略しようとしたらいつでもできたはずなんですよ、うんうん、だからねそんな具合じゃないかと僕は思ってます。面白かったですありがと,うございまということで、えー、今回は以上でございます皆さんどうもありがとうございました。